ねえ、バーゲン中にもかかわらず場所を貸してくださいまして、今日からお届けしていきます1時間鶴見ワクワク子育てチャンネルのお話を伺う前にもうご紹介しちゃいましょうかね。はい、大谷さんよろしくお願いします。すいません、いつも今日で3回目になるんですけどね、はい、違った感じでお買い物を楽しみながら始めさせていただきました、ねはい、司会進行をします藤村智弘です。伊藤直子です。そしてこのシャル鶴見で営業担当されていて、今日この会場を貸してくれるのにご尽力いただいた大谷さんです。よろしくお願いします。この3回目になります鶴見ワクワク子育てチャンネルはどんな番組ですか？はい、親と子も学んで楽しめて、かつ地域を好きになってもらう新しい発見、新しい交流の場、知りたい&楽しめるをテーマにした、鶴見子を中心とした情報作りの番組となっているんですね。そんな知りたい、遊びたい、学びたい、鶴見子を中心とした情報の番組に賛同してくれたこの鶴見さんの今日はどんな会場なのかっていうのも含めて、先にねせっかくですのでお話を伺いたいと思うんですが、そんな避けないでもっと近くに、はい、ちょうど今ねサマーバーゲン中でね、はい、こういったショッピングセンターはにぎわってますけど、はい、昨年の11月に大行列とともにオープンしたこちら、はい、どうですか？まだ1年経ってませんけど、はい、はい、まだオープンしたてなんですけど、多くのお客様に来ていただいてありがとうございます。今日ね、いっぱいイベントも夏休みはあるので、いろいろお聞きしたいことがあるんですけども、はい、いろいろ調べてきたんですよね、須村さんもね。こちらの特色っていうのが あるということで、はいはい、そうなんです。こちらの駅ビルが鶴見にあります、はい、お寺が多いということで、禅文化を前面に打ち出した駅ビルをこちらに出させていただきまして、はい、禅文化、はい、そう、私ここにね今フロアガイドを持ってきたんですけど、なんかちょっと抹茶みたいなすごくね和心な感じですよね。禅ってすごく今お母さんたちの間でも子育ての中で心を落ち着かせるのにいいとか、女性なんかでもね若い女性にも人気があるということなんですが、その禅文化というものを取り入れたというのは具体的にはどのような、はい、そうですね、分かりやすいところで言いますと、5階に禅カフェというカフェをやっておりまして、はい、いろいろな禅にまつわるイベントもそちらで行っております。禅ってやったことあります？禅ってやったことないんですけれども鶴見に住んでいながら、はい、お寺もね多いということで、きっとねこの観光をしながらこのシャルにやってきたという方もお客さんきっと多いと思うんですよ、はい、いろんなことね、新しい建物だとどんな内容があるのか、今日は何階に行けば何がやってるのかとか分かんないこと結構多いですよね、うん、そうだと思います。それをこうご案内してくれる方々がいるというふうに聞いたんですけど、そうなんです、はい、こちらでシャルコンシェルジュという、うん、館内を回りながら清掃も案内もするというものがおりますので、ぜひ、はい、ご紹介を。シャルコンシェルジュがいる、ね、え、どこにいるんですか、はい、どこに？ご案内します。こちらになります。シャルコンシェルジュですって、なんか聞いたことない名称、ね、デパートとかね最近インフォメーションのとこにいるっていうのは、あ、こちらのプリティな2人よろしくお願いします。お名前を伺っていいですか？浅香美穂です。浅香美穂さん、はいはい、もう一方、はい、どうぞ。川畑美穂と申します。美穂美穂ですね。珍しいですよね。今大谷さん言ってましたけど、シャルコンシェルジュっていう職業は、はいはい、具体的にはどんなことをされるんですか？はい、館内の巡回と清掃を主な仕事にしています、うん、ガードマンじゃないでしょうね。でも巡回と清掃、インフォメーションの役割と清掃のお仕事です、お仕事ですね。じゃよくこうお買い物で何階に何が売ってますかとか、はい、トイレはどこですかとか聞かれたり、はい、いつも聞かれますね。だってね、そしたらこの建物のみんな知ってなきゃいけないわけですよ、ね、はい、うん、2人とも見たところとてもお若いですけど、はい、川畑さんもね、どうしてこのシャルコンシェルジュになろうと思ったんですか？そうですね、私たちシャルでオープンということで、新しい試みだったので、私たちの会社でも清掃と
あの巡回あのご案内のお二つ一緒にやるっていうのは初めての試みで、私もぜひこのオープンとともに一緒にシャルを盛り上げていきたいなと思ったので、このコンシェルジュというお仕事に就かせていただきました。地域でね応募があったというふうに聞きましたけど、はいはい、ね、朝香さんもやっぱりそれを見て、はい、はい、あのシャルの下に張り紙が貼ってあったんですけど、それを見て、あ、受けてみたいなと思って応募しました。ね、こういう新しいあの発信する総合ビルでいろんな方と出会うじゃないですか、はい、こう今まで印象に残っているお客様との、まあ、出会いだったりエピソードがあったら教えてくれますか、川畑さん。はい、そうですね、たくさん本当にいろんなお客様がいらっしゃるんですけれども、やっぱり一番嬉しいなと思うのは、あの清掃している時だったり巡回している時にお客様からありがとうっていう言葉を多くいただくことが多くて、でたわいのない話だったり、そういったことで私たちもたくさん情報を、鶴見の情報をいただいたり、あの励みになっております。実際にじゃあそこでお客さんと会話を楽しまれるわけですね。はい、どうですか。あの私もよく、うん、あの下でこう窓とかをしてますと、お客さんに、あ、綺麗になったねとか言われたり、こう世間話をしつつ、はい、まあ、どこに住んでんのとかも聞かれたりする時も、個人情報も、はい、ありますので、はい、なんか結構こう熱くなお客さんが多いので、ここら辺はもうとても楽しんで仕事させていただいてますね。だって普通お掃除してる人に話しかけないじゃないですか。うん、そうで、なんか別って感じがしますよね。あの衣装もね、すごくなんかこう清楚な感じで、なんか頼りがいがある感じですけども、あの先ほどね大谷さんがおっしゃってたお寺がこの周りに多いなんて言って、あの観光でね来られる人とかもいるかもしれないですし、外国人も多いこの鶴見地区です。あのまさか建物以外のことなんかも聞かれて、結構勉強も大変だったりしませんか。そうですね、あの鶴見の西口に掃除寺という大きなお寺があるんですけれども、掃除寺、はい、まさに掃除とあのこちらのお寺がとても鶴見とゆかりがあると伺っていたので、そこら辺も一生懸命勉強させてはいただきましたね。川畑さんも何か今次のステップアップに向けて勉強されていることは。そうですね、道案内でしたり、そういった時にお客様により分かりやすく言葉で伝えるっていうのが私とても難しくて、どういうふうにあのお客様に分かりやすく道を案内できるか、ご案内できるかっていうところは当初からも今も心がけて勉強しております。ただでさえお店の中の情報でしょ、お掃除もして、しかも、まあ、こちらにもイベント情報ありますけどね、たくさんイベントが日々あるじゃないですか、ね、情報を入れていくのってお勉強日々毎日ね大変だろうと思いますが、若いお二人ぜひこれから、ね、シャル鶴見の発信地として頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。大谷さん素晴らしいじゃないですか、こんなね若きプリティなコンシェルジュ、ね、まあ、失礼します。じゃあお話より聞いていきたいと思うんですけども、今日はこ の, あの鶴見わくわく子育てチャンネル、はい、この会場をねもうこんな風にあの席まで用意していただいて、あのお借りします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ後ほどまたねこちらからのなんか特典とかもあるということも改めてご案内したいと思うんですが、はい、ぜひこの夏この、はい、シャルの一押し情報を大谷さん教えてください。はい、早速なんですが、明日からの3日間1階2階の方で、生鮮食品の売り出しを行いますので、はい、その中でもおすすめ、あの九州屋というフルーツ、はい、野菜のお店があるんですけれども、すごくねあの老舗で人気のある、ね、はい、デパートなんかでは必ず入ってる人気のあるお店ですね。はい、はいはい、でこちらでですね、あの本日、はい、あの子育てチャンネルを見たと言っていただいた方限定でですね、九州屋の生ジューススタンドがあるんですが、そちらで50円引きの特典ご用意しておりますので、はい、しかも今日見たあの芯抜きパインの実演、これ結構大変、なかなか他で見られないんですよね。パイナップルの芯をその場で抜いて、もうあのかっさばいてとか言ったら言葉は悪いんですけど、パイナップルをその場でね、はい、あの試食もしてもらったりして食べれるということで、はい、あとスタミナつきそうな藤村さん、元気が出ますよきっと、お肉食べて、うん、そうですね、予防に、はい、ね、日和ってますから最近ちょっと、こういうあの生鮮食品とか食品がやはりすごく今、はい、そうですね、うん、地域の皆様に、はい、ご好評いただいておりますので、はい、1階と2階にございますので、はい、この建物ね、あの、まあ、オープンしてまだ1年経っておりませんが、はい、どんな場所にしていきたいというふうにあのおっしゃって
おっしゃってるか最後にちょっと教えていただけますか、はい、そうですね、まだ1年未満ではございますが、よりですね地元鶴見の方に毎日お立ち寄りいただけるような愛される場所にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、大谷さんありがとうございます。じゃあ今日はこのねシャル鶴見の3階のエレベーターホールなんで、エレベーターね出て3階来たらねびっくりしちゃう人いっぱいいると思うんですけど、ぜひぜひ来てくださいね。その館内の写真なんかも今ちょっと見ていただいていると思うんですけども、本当に1階から6階までねたくさんの屋上のね庭園があったりとか、今日はちょっとお天気の関係で本当はね上の方でも見せたかったんですけどね、雨の日でもこうやって建物の中いろいろ回っていただいて、藤村くんもね初めて来たっていうことだったので、夜もバーベキューができるそうで屋上で、はい、でバーベキューやってるんですって、ぜひチェックしに来てくださいね。よかったら放送中にもぜひお立ち寄りください。じゃあこちらお借りして番組を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、全カフェだって後で行ってみたいですね。はい、じゃあ今日のメニューなんですけども、この後早速ご登場いただきます、写真家の、熊谷忠さんというね、もう南相馬と今の東日本大震災でいろいろ心のケアなども子どもたちに必要とされたりする現状はありますけど、そんな中で子どもたちの笑顔を家族をテーマに写真を撮っていらっしゃる写真家の熊谷さんをお招きしてお話し進めていきたいと思います。熊谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5月の第2週目に、鶴見公会堂で行われた鶴見子育てワークセンターでも、はい、聞いたことある、覚えてるって。あの時60組大盛況でしたよね。はい、おかげさまでね、喜んでいただいて、はい、今特にその熊谷さん自身は写真家でいらっしゃいますけども、ね、あ、帽子取ったらツルツルだから、恥ずかしいから。でもそのアクティブな感じがね、帽子もお似合いですけど、今写真家というふうにご紹介しました、はい。初めてね、ご覧になる方もいらっしゃると思うので、熊谷さん自身は今 どういった写真を撮ってますか。そうですね、やはり家族、それから、お祭り、いわゆる芸能系を着てるというのが思うんですけども、祭り、はい、でそういうことで、今回もちょっとこの後お話しする相馬の野間の話と言いますが、その前に家族の写真、親子の日というのが7月の20日今度日曜日、はい、その日に親子の日っていうのをこう制定してる、アメリカ人のブルース・オズボーンっていう写真家がいるんですけど、彼が毎年やってる、そこに僕でも協力して写真を撮ったりしてるんですけども、今回ちょっと沼追いがあるのでバッティングしたのでね、いけるんですけども、そういうことからスタートして、被災地の家族の写真を撮ろうということで、というのが最初です。その震災後3ヶ月目、今年の6月に、相馬にまず行ったんですね。そこで被災している人たちの家族の写真を撮ったということで、大体何組ぐらい撮られたんですか？あの時はどのくらいだろうな、3人のカメラマンを分担して、5、60人だと思う。あとは幼稚園の子どもたちの集合写真です、ね、その写真を、プリントをして、差し上げることで喜んでいただいたという、はい、その時の写真って、今写真って写ってますか？この間の鶴見のやつ、鶴見のやつは、そうなんですね、ホームページの方で後でじゃあちょっと画像がね見れそうだった。子供もなんかすっかり懐いちゃってね、先生のところにね。なんかどうしたどうしたの、何何、なんか先生に見てほしい、何何、気になることがあるみたい。もうすっかりお子さんともね、なんかもうね、彼女たち撮ってるので、そう、子供たちに、そうです、ね、でもなんか安心感のある顔ですよね。あ、そうですか。怖い怖いとか言って。でもやっぱこう写真をね、こう撮ってもらうことって一つのコミュニケーションですし、記録にもなるし、やっぱり向こうで震災があった時に、こう亡くなられたお子さん家族の写真がね出てきて、それが宝物になってるって、そうですね、新しい写真が欲しいって皆さんおっしゃるじゃないですか。結局家族の記憶って
結構写真って大事なので、まあ、被災地もアルバムが流れちゃって本当に何もこう思い出も全部消えてしまって、でそうするとやっぱり写真っていうのがこんなに大事だったってことが僕らも撮ってる人間からしても初めて聞かされたっていうか、写真の力ってすごいなと思ったんですね。それでまあ1枚新しく撮った写真がまたこれが家族の1ページになるということで喜ばれてますね、まあ、そういった中で芸能お祭りの写真っていうのもやはりね、これから特に夏のイベントで地域でのお祭り増えてくる中で、その地元のずっと伝統的なお祭りを記録に残してらっしゃる熊谷さんだからこそ、今被災地で行われている馬追いと先ほどねおっしゃいました、こういうあのパンフレットがあるんですけどね、はい、馬追いももう1000年くらい歴史があってやってるんですけど、震災の年100頭くらい津波で馬が死んでしまって、それなかなかできないという状況、ましてあの、原発の影響で避難している子どもたち、子どもじゃなくて家族たちがいるので馬を飼育できないということで、あの結構分散してたんですよね。それで1年目にあの本当に前と同じようなことができるっていうのが、去年400頭馬が出て、それで やっとあの復活したんですね、まあ、それで最初に行った年のあの出会った時にその被災した馬たちをと出会ってしまったので、その馬たちが元気にあの馬追いに出てくれるのをなんか楽しみにまた通うようになったという、はい、それが現状ですね。でこういう地域の、まあ、地域の祭りもそうですけど、本当に歴史のある、1000年以上の歴史のあるお祭りとか伝統行事じゃないですか。それがかまた戻ってくるっていうのは、現地 その被災地の人たちにとっては励みになりますよね。そうですね、やっぱ心が荒んでたのに、まあ、こういうお祭りをやることによって活気がついて、まあ、これあのなんつうんだろう、楽になっていくということがお祭りの一つのあれですね。ただ観光のためじゃなく、あくまでもこう神事なので、五穀豊穣とか家内安全を願うためのお祭りっていうのがもう連綿とこう続いてたわけですね。それがまあやっと復活できたということが良かったんじゃないかなと思います。すごく勢いの、ね、ある写真だなと思うんですけれども、ある写真出せますかね。写真が出てきました、はい、迫力のある、ね、馬の写真ちょっと見ていただきながらお話を聞いていきたいと思います、写真家熊谷忠さんお話伺います。はい、昨年度の写真なんですね、はい、本当は相馬という名前が由来があるように、あの各家庭であの本当に馬を飼ってるんですね。お祭りのためだけに馬を飼ってるという、こういったお写真を実際こう見ていただく場というのが、今あのさっきのもう22日から日曜日まで行ってますね、ヨドバシカメラのフォトギャラリーとなど新宿でね、ヨドバシカメラのフォトギャラリーインスタンツっていうところで今28日まで展示してます。来られた方たちからの感想だったりとか、まあ、実際にあの被写体となられた方たちからどんな声を熊谷さんは聞いていらっしゃいますか。そうですね、まず勇壮なそういう動きに感動したり、このなんかタイムスリップしたような、もう本当に、まあ、彼たちも本当にあの騎馬武者に本当になりきっちゃってるんですよね。なのでそういう勇壮な部分とか迫力があるところを見てなんか元気もらったっていうのがよく聞かれますね。失ったものは大きいかもしれないけれど、新しいものを自分たちがまた、ね、受け継いで作っていこうっていう、そんな力のある写真ですよね。あとまあ伝統を守るということでね。実は今日この後、はい、島入りされるそうなんです。もうまた、みんな、ね、車で行っちゃうんですね。明日前夜祭があるんです、今日中についてないといけないので、今日中にってことはあと何時間でしょう。大丈夫ですか。まあ、今日中って、まあそこまで6時間くらいかかる、450キロくらいあるので、まあ、ちょっと寝不足もあるので途中休み行こう。あ、そうですね。今日はお忙しい中、フリーカメラマンの、ね、熊谷さんにお越しいただきましたけども、こういう、ま、ご縁がありまして、あの親子の日でお写真撮ってもらったり、はい、ま、全国各地これからも活動されていくと思います、はい、あのこの番組では鶴見ワクワク子育てチャンネルということで、子育て中のお母さんたちね、たくさん見られてると思うんですね、子供を育てていく上でいろんな悩みがあったり、どうしたらいいんだろうって、こう一人でお家にこもって、もしかしたら今日この番組を見てる方もいるかもしれません、ぜひ熊谷さんからメッセージいただけますか。そうですね、はい、やはりあの家族の写真、要するに小さい時からもう生まれた時からいっぱい写真撮ってください。あの今デジタルなので、ね、簡単に撮れるし、それはきっと子供たちが大きくなった時に、大人になってお嫁さん行くとか結婚した時にその写真ってすごく意味が出てくるので、もう常にこう家族の写真をいっぱい撮ってあの残してほしいと思います。それは本当に家族にとっての一番の絆になることで
あるので、ぜひ写真をたくさん撮ってあげてください。はい、ね、記録を残してほしいですね。じゃあ今日は本当安全運転で気をつけて、またね、あの現地での活動報告なども、はい、お待ちしています。ありがとうございました。ありがとうございます。写真家の熊谷忠さんにお話を伺いました。ホームページなども後でチェックしていただいてね。あのすごいね、このパンフレット、映画のパンフレットかと思っちゃったね。迫力、時代劇さながらのね、本当に伝統的なお写真をね、今もなお撮り続けてらっしゃる熊谷さんでした。で今あの、まあ、お写真を見たりっていう、こう視覚的なね、お話もこの後ちょっと詳しくしていきたいんですね。この方をお呼びしたいです。今日は日本つこさんがこの会場に来てくれています。よろしくお願いします。ありがとうございます。でここからはちょっとまたね、あのお写真ではなくて、何を見て、色を見て、ね、色を行くという言葉、最近ね、ちょっとね、子育てイベントとかでもね、耳にしたり目にするようにはなってきたんですけど、うん、はい、まだあの日本色育協会ってそもそも何っていう、はい、で日本色育推進会、はい、どういった活動をされているのか、あのご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。あのまだそんなにあの食育ってね、聞いたことあると思うんですね。食べることで育てましょうってことで、で色育っていうのはなんか多分あの今日初めてそんなのあるのってあの思った方いらっしゃると思うんですけども、ちょうど、まあ、社団法人なんですけど、立ち上げてちょうど1年ぐらいでまだ始めたばっかりの会なんですけれども、うん、はい、今メンバーが日本中で600人ちょっといます、うん、でどういう人で構成されてるかというと、ちょっと書いたんですけれども、今度が女性だって、はい、そうですね、もう 99% ぐらい女性なんですけども、はい、あのカラーセラフィスト、色を使って、はい、何かこう、そうですね、あの癒したりとかですね、貢献していきたいというメンバーが、まあ、そのプロがほぼ全員そうなんですけど、それ以外にちょっと書いてるんですけども、あの産業カウンセラーさんだったり、音楽療法士さんだったり、心理カウンセラー、まあ、プロフェッショナルなあのお母さんたちの集まりって思っていただいたら、人を癒したりとか、そうですね、はい、何か安心させられるようなツールの一つに、うん、さらにこういう色いくという、はい、子育てに役立ちそうなイメージがありますよね。はいはい、そうですね、育てるっていうとね、色、はい、を育てるってどういうことなんですかね。そうですね、次のところに色いくってって、まあ、そのままですよね、はい、色をで育てましょうということで、であの、まあ、何やってんですかってよく聞かれるんですね。わからないですよね。青黄色ね、なんだろうみたいな。で次のとこちょっといいですか。すいません。であの何を育てるんだろうって皆さんね、当たり前にあの思われると思うんですけど、あの3つの力です。集中力で、想像力、コミュニケーション能力で、それを育てようということで、色で想像力はなんとなくね、わかるんですよ、はい、リンゴ赤とかね、うんうん、でも集中力って、えって、はい、うん、まあ、あとコミュニケーションって何って ね、はい、思いません？思いますね、はい、どうです、集中力はありますか？ないね。ないかもしれない。さっきからなんかもう買い物行こうとしてるもん。そうそうそう。ちょっとね、大丈夫かなって、大丈夫ですかね。高校のことが気になってしまう。はい、素敵なね、建物なので、私も初めて来て、うん、あの行きたい気持ちがいっぱいありますけど。集中して集中。はい、はい、それで、そう、あの、まあ、いろんな、まあ、教材があります。はい、で、あの、まあ、色を使って、いろんなことを育てていきたいんですけども、あの、まあ、全国でね、今やってるんですけど、教材があるっていうのが、多分とっても楽しいとこだと思うんですよね。で、いろんなところでセミナーとか講座をやってるんですけど、こんなカラフルな可愛らしい教材を使っています。で、今ちょっとあの伊藤さんにも持っていただいてるんですけれども、じっと見てというあの絵本が、まあ、絵本っていうか、まあ、あのパンフレットのような、はい、パンフレットなんですけれども、これ、中国語と韓国語と、はい、ね、英語と、はい、すごくこう多国籍な感じで、ね、そうですね、横浜はやっぱりいろんな国の方がいらっしゃいますし、で、あの色ってノンバーバルコミュニケーションなんですよね。みんなやっぱり同じように世界中の人が、あの感じるツールなの で言葉もたくさんある方がいいなと思って、ちょっといろんな言葉をあの入れてみました。不思議な絵ですよね。あの、はい、三重君って書いてある。そうですね、三重君ってお名前があります。で、まあ、よくある、ね、絵本と何が違うかっていうと、じっと見ないとお話がね進まないという絵本になってます。あ、分かる。じっと見てるとなんかね、点があったりとか、
なんか試して、うん、ちょっとやってみたら集中力が、うん、このページが見やすいと思います。じっとね、真ん中に点があるんですよね、はい、それを30秒程度、まあ、じっと見ていただきます。では、まあ、あのお家だったらお子さんをお膝に抱いてお母さんとねゆっくり30数えていただきたいと、今目をね動かしたので、うん、だんだん寄り目になってきてますけどで、まあ、ちょっと見ていただいて心を静かにしてもらって、で反対のところをちょっと見ていただいていいですか、はい、何か違う色が浮かんで浮かんできましたね。2面あって右と左をね、はい、両方ちょっと聞くのが怖いですが、何色が、私は黄色が浮かんできました。素晴らしいです。大丈夫ですか、まあ、集中力ありますね、はい、やっぱりあのどういうことどういうこと、黄色が見えるの、うん、そうです。あのじっと見てですね、まあ、これ紫なんですけども、あの捕食残像って言うんですけれども、うん、じっと見ると私たちの脳が疲れてくるので反対の色をね見せようとするんですね。であの美術の時に色相環みたいなのを勉強されたかなと思うんですけれども、まあ、今あのこのね紫っぽいものをじっと見ていただきました、うん、そうするとこの黄色い色がわーんって浮かんで見えます、うん、でそうやりながら色がこう見えながら、実は何もないページなんですよね。でそこに色が浮かびながらお話が展開してきます。なんか色を楽しみながら、しかもあの集中しながら、そしてお話を進めていくというようなことで、さっきあのどうやって集中力って、ね、おっしゃいましたけど、そういう感じで、まあ、苦しい思いをしながらってやっぱり皆さんね続かないですよね。はい、でもこうやって集中力を鍛えていく中で、はい、こう教育としてこう目指していくところってどんなところがあるんですか？はい、そうですね、あのやっぱりあのいくら、まあ、大学を出ても今なかなかね社会で通用しないとか、あのいろんな問題があると思うんですよね。でそういう中でやっぱり大事なのはあの生きる力っていうか、本当にここぞっていう時に集中できること、そしてやっぱり自分がやることで何が起こるかなって想像すること、そして思っていることを伝えていくこと、そういうことがやっぱりできる子どもたちだってほしいなと思うし、その前にまず私たちもね、あの子育てしている皆さんがまず色を楽しんで、この生きる力、まあ、人間力っていうんでしょうか、それを育てていけるようなお手伝いができるといいなって思ってます。はい、今ね人間力ってよく聞かれるようになってきましたけど、はい、まあ、本当にねただ教科書通りに、ね、勉強していればいいっていうだけじゃない時代になってきましたもん ね、はい、ね仕事だっていつまでね会社があるかもわからないとか、はい、そんなことはあるけど、はい、そんなこう生きる力があればなんとかなるじゃないかみたいな。そうですね、はい、やっぱり大事なのはその自分がいかに生きるか、で人に、まあ、今フェイスブックもいろんなこう通信機器がいっぱいあっていろんなことが見えやすくなりましたけど、まあ、流されるのしなくてね自分で考えていく、はい、ことです。あの医療育児自体をこう、はい、カラーセラピストの方たちが導入したことによって、はい、まあ、実際30代40代の女性、はい、子育て中の年齢の方多いじゃないですか、はいはい、です、やっぱり生かされてるんでしょうかね、はい、どんな声を聞いていらっしゃいますか？はい、そうですね、あの待つということをまずママがねできるようになったことで待つ、はい、うん、例えばあのお家から帰ってきて手を洗ってって言いますよね。で手を洗って待ってないですね2秒ぐらいしかでも30秒ちょっと心の余を持って、まあ、待つことが、うん、あ上手にできたね洗えたねって褒める言葉に変わるんですね。あの責める言葉が褒める言葉では認められたって経験になって、お子さんのためあのいい子育てにつながる、たったそれだけですけどつながると思います。お子さんのためにと思って始められた色育でね、お母さん自身がお気づきを得られている、本当に共に育ち共に学びっていうのをあの私たちよく言ってるんですけど、本当にその通りですね、色育というのはね、はい、次のフリップでこうじゃあまさしくねその子育てを楽しむ育児は自分を育てるってここにもありますが、色育が目指しているものなんかすごく私も学んでみたいという方ねいらっしゃると思うんですが、どういった方たちにこうどんなところで講座をやってるとか、はい、情報を教えてもらえますか？はい、はい、あのホームページがあります、うん、色育でまず検索してみてください、はい、でそこにどこであの日本全国で講座やってますので、そこでどこで受けたいかなっていうのをまず検索していただいて、どんなことやってるかまずねあの分かりにくいと思うんですね、まだ知られてないのでぜひあの見ていただいて、そして今度一緒に広めるね
仲間になっていただけると嬉しいと思います。この冊子はどこで手に入るんでしょう、はい、あのホームページからお求めいただけます、はい、1冊330円です。ちょっとこれ体験してね、はい、そうですね、プレゼントなんか、あと夏休みですので、ちょっとあのお子さんと一緒にゆっくりでにもいいと思います。この夏のちょっと研究の一つにね、売上の一部はユニセフの方に寄付もされているということで、はい、社会活動もされてらっしゃる、はい、今日は、日本色行くという言葉は皆さんあの耳に入りましたでしょうか。日本色行く推進会代表の志田さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じっと見てどうですか、ね、待つっていうのが私できないのよね、まあ、分かってらっしゃると思うけど早く早くってついつい言っちゃうので、まあ、これちょっと見て、あの待てるお母さんになろうかなって思いましたね。やっぱね、時代ってね、こうスピード感がどんどん速くなってるじゃないですか、それについていけなくてね、こう息苦しくなってる人も多いと思うんだけど、こういう活動をね、されてるっていうのはすごいなんか心の拠り所になるかなと思いますね、はい、じゃあ心の拠り所ということで、この、ね、鶴見エリアのね、情報の拠り所、そろそろちょっと彼が現れるんじゃないでしょうかね。どこでしょう、どこでしょう、あの B1 記者が、 B1 記者が、はい、汗をかいて今日も、ね、汗をかいて多分やってくるはずです。やってくると思います。あ、来た、タウンニュース、ね、編集長の浜田さん、浜ちゃんです。浜ちゃんお待ちしてましたよ、はい、ありがとうございました。はい、タウンニュース鶴見区編集室編集長の浜田隆也さんをお招きして、はい、今週の取っ手出しからまずちょっとお聞きしたいと思います、はい、お手元にこのタウンニュースございますでしょうかね、皆さんね。そうですね、今日発表ね、もうあの、はい、いやいや、すでにこの番組ね、あの更新して、はい、タウンニュースはどこだってこうみんなこう取り合いになってるっていう噂が。あ、本当ですか、うん、嬉しい限りです、ね、はい、でも実際そうじゃないですか、あの浜田さん自身もタウンニュースくださいって言われる機会って、はい、取材って。そうですね、鶴見区で例えばコンビニでちょっと休憩してる最中とか、うん、トンコンってやられて、新しいのあるって言われたりとかっていう経験もあります。もう休憩すら鶴見エリアでは、ね、はい、ゆっくり取れない忙しい男になってしまいました、はい、さあ今日出たばかりのこのタウンニュースですけれども、こちらで今日あのぜひとも、はい、鶴見の皆さんに、はい、あのホットな嬉しいニュースをお届けしたいということでご紹介いただけますか。はい、はい、ですね、実は先日今回あの一面のトップ記事で、トップ記事です取り上げてますが、はい、ブラジルのですね、総領事、在日の総領事がですね、はい、鶴見区を訪問しまして、まあ、鶴見区のそのなんていうんでしょう、ブラジル人区民に対する支援にですね、感謝を伝えにやってきたと。ブラジルの国と鶴見ってゆかりが深いんですか。はいはい、そうですね、まあ、ゆかりが深いというかですね、横浜市の中で、まあ、外国人区民と言われる、外国籍を持った方がですね、鶴見区はまあ中区に次いで2番目に多くて、はい、まあ、どうしても中区はあの中華街がありますので、数が圧倒的に多いんですけど、ブラジル人に関してはですね、市内で一番鶴見区にコミュニティがあって住んでるんですね、一番多いです。情熱の国、ブラジルと鶴見区はね、はい、情熱的なつながりがあるんですね、はい、嬉しいですね、はい、で、まあ、あのその関係もあって、まあ、総領事の耳にですね、鶴見区 の, その支援、区民の皆さんの協力が、うん、あの素晴らしいということが耳に届いてですね、あの今回感謝を。だってブラジルの総領事からですよ、そうですね、はい、ありがとうってこう言われたわけですね、はい、私たちこの日本 の, この鶴見区の国民の皆さんが、はいはい、そんなありがとうってそんなどうしたのっていうか、そうですね、具体的に何に関してこう施策を称賛とありますが、はい、鶴見区自身自体はやっぱり外国人の方たちにとってすごくやっぱりいい場所として伝わってるってことですよね。そうですね、はい、まあ、学習の支援ですとか、まあ、ですね、あとは何だろう、窓口に、あのなんていう外国語を喋れる職員をこう常駐させたりですとか、行政とかのね、はい、それは嬉しいですよね、はい、あとはもう本当 NPO さんがもう区民の団体として、あのブラジルに関わりのある NPO さんが、あの設立されていて、そこがバックアップの支援を行っていたりとか、本当にあらゆるサービスがありまして、
すごくこうあの地域に溶け込んでいて、よくその国の外国人だけの学校を作ってくれとかね、はい、っていうそういうことがあるエリアもあるんですけど、鶴見区に関してはこのエリアに関しては全くないという、はい、ないんです。それだけあの馴染んでらっしゃるということですよね。そう、逆にそれがいいというふうに、あの総領事もその時におっしゃってました。なるほど。要望がないからこそ、そういう支援が充実してるんだというふうにおっしゃっていた。言葉の壁を、ね、超えた何かつながり、コミュニケーションが取れてる、はい、ということですよね、はい。嬉しいじゃないですか。そうですね、まあ、誇れるところかなと思いますので、これちょっともうあの誇って誇って、はい、自画自賛していいところですよ、はい、やったーね。でも お互い様でね、うん、その喜んでもらえたらこっちもまたってなれますよね、うん、はい、行ってみたくなりますね、うん、ブラジル。でもそんなその世界にねゆかりのあるということがちょっと分かった、はい、あの私たちなんですけども、世界を食べるラリーっていうのがまた、あ、そうですね、この夏は、はい、この夏、まあ、楽しめるんじゃないかな、うん、そのまあ多文化の意味で、うん、京急さんとか、うん、あとは、区役所がまあ主催となって、うん、やってるイベントなんですけど、はい、まあ、スタンプラリー形式で、世界の料理を教えていくということですね、うん、スタンプラリーで京急、はい、がやってる、鶴見区にあるその多文化の料理のお店とかって結構その都会にあるようなおしゃれ感がないというか、あのいい意味でね、本気なんですね。いい意味で、はい、本格派、はい、本格、本当にそのもう本当にブラジル人、ブラジル料理であればブラジル人がやってるような、うん、あのイベントだったりとか、うん、あイベント時間その料理店だったりとかするので、うん、現地さながらそうですね。なのであのもう本当にこう一元さんで入るにはちょっと敷居が高かったりする部分があるのかなと思うので、その辺をこう気軽に行くにはいい。そうですね、区内の世界各国の料理店を巡るあのスタンプラリー形式になってまして、はいはいはい、6店舗参加してるんですけど、はい、その参加されてるお店がね、先ほど上がったブラジル、インド、ペルー、ドイツ、モンゴル、これ珍しいですよね、うん、そして沖縄があって、この沖縄がおすすめだっていうふうに浜田さんおっしゃってましたね。そうですね、うん、潮田の方に沖縄の方々が多く住んでいるところがありまして、まあ、その辺で本物の家庭料理が食べられるようなところがありますので、そこはたまに僕も昼ご飯を食べに行ったりとかということがあります。もういろいろ食べ歩きしてね、リポートされてる浜田さんおすすめですから、きっと美味しいですよ。沖縄のなんてとこ、沖縄物産センターの中に、はい、物産センターというその沖縄のでしか買えないようなものを売ってるところがありまして、うんうんうん、その横に食べられるところ、うん、イートインのイートインもあるんですね。浜田さん沖縄出身？よく言われるんですが、はい、全然。あ、違う。はい、東京と東京の東京の、はい、そうです。血が入ってます。すいません、余計な。まあ、こちらね、食べるとスタンプをしてもらえる。スタンプをしてもらえる。スタンプラリー帳を持っていて、2カ所のスタンプを集めて応募すると、はい、抽選で京急の電鉄のオリジナルグッズ、これでんこちゃんたちにもね、人気のあるグッズなんですけど、当たるっていう内容です。またラリー帳、小冊子仕立てになって、いろんな優待券クーポンなんかもついてるということなので、この夏の食べ歩き、スタミナつけたりね、また外国人の人たちとの、文化交流の場にしてもほしい、いただけたらなと思います。いいですね、この出たばっかりのこの盛りだくさんの情報なんですけど、やっぱり今日はもう子育て番組のタコのチャンネルのために、はい、とっておきの情報がまだあるんじゃないかと思って、はい、とっておきの情報がまだある、うん、まあそうですね、夏向けのですね、イベントごとはい、の情報を、まあ、ここから先毎週発行してますんで、はい、8月今度は次は今1日の号を作ってますが、うん、その中でもなるべく多く皆さんがこの鶴見区の中で、楽しめるようなイベントの告知なんかも、ね、情報として載せていきたいなと思っています、はいはい、イベント情報を、ね、こう紙に載ってると一目で分かって嬉しいんですよね。先ほど写真家の熊谷さんもおっしゃってましたけど、やっぱこう記録に残るというか、こう手に取って見れる、すごくなんかこうみんなで見て見てって嬉しいじゃないですか。今回もこう、ね、子育て団体さんの写真載ってますけど、やっぱりこう、ね、みんなで乗ってみんなで回覧するって話題作りにもなる、ね、ホームページとかでも見れるし、だけどやっぱ紙媒体になって見れるってことのね、醍醐味ってきっと作ってらっしゃる浜田さんが一番知ってると思うんですけど、はいはいはい、そうですね、もう本当に記念に欲しいので、
というふうに取材をしたときに言われることがあってですね、まあ、保存できるというのがやっぱり紙の媒体の一番の魅力なのかなというふうに思いますし、もし取材先でお会いして乗ったから欲しいという方がいらっしゃれば言っていただければ、まあ、余っていればですが差し上げることができると思います。最近結構すぐなくなっちゃうらしいのでね、限りがあるので重版したい方はもうぜひスポンサーさんもいっぱい連れてきていただいてね、はい、そしたらもうどんどん進めますから、はい、それはいいですね、はい、皆さんの、ね、情報とご支援をお待ちしています、はい、じゃあこの暑い夏ですけども、はいはい、まだまだ情報をこれから夏休みを取っていかなきゃいけませんね、はい、そうですね、はい、最後に一言、はい、番組をご覧の皆さんにメッセージをください。はい、はい、まあ、毎週発行しておりますので鶴見区内の情報ですね、お待ちしてます。こんな面白い人が私の近所に住んでるよとか、こんな珍しいイベントやりますよとか、どしどし情報を寄せていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、タウンニュースの編集室から浜田さんにお越しいただきました。この後もじゃあ急いでまた、はいはい、特ダネを次に、うちの子生まれたよって ね、はい、ね、うちの子生まれたよっていう写真もねお待ちしてますから ね、ロイヤルベビーも生まれたことですしね、はい、はい、ありがとうございました。浜田さんありがとうございました。なんかどんどんやっていきますね浜田さん ね、もう9月頃に真っ黒になってる、ブラジル総領事在住者支援に感謝の意って、もしかしてこの、ね、ブラジル人だと思ってたのかもしれない。浜田さん自身がねついついなんか外国人の方の記事には目がいきますっておっしゃってましたけど ね、ぜひ外国人の方たちもねこういう鶴見ワクワク子育てチャンネルもそうですけども、地域の情報ってねお友達でもし外国人の方いらしたら教えてあげてください、はい、結構どこでね住んでる地域のことを聞けばいいのか分かんないって思ってる外国人の方って多いんですよ、子育て中のお母さんなんか特にそうで、字が読めないから日本語が読めないからお子さんにね、通訳してもらってるなんてお母さんもいたりするので、そうですか、お友達同士声かけ合ってね、この番組の存在も教えてもらえたら嬉しいなと思います。さて続きまして恒例のこのコーナー、番組後半はねいつもこの絵本の子育て広場ということで、まあ、絵本をご紹介させていただいているんですが、今日はちょっとまたインターナショナルなね、インターナショナルな色が出てるんですよね。英語絵本のねご紹介をねしてくださるんですね。ラボパーティー渋谷さん、渋谷まるさんにお越しいただきます。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ハロー、ハローで今のめちゃめちゃ庭園っぽい感じだったんですけど、ハロー。はい、今日はですね鶴見駅前ビルの、鶴見シャルからお届けしていますが、はい、今日最初にね冒頭でね全カフェがどうのなんて話をして、まさかこんなインターナショナルな雰囲気になるとは思いませんでした。本当に、いつも絵本の紹介をさせてもらってるんですけど、はい、ラボパーティーというところで活動をされている渋谷さん、はいはい、ラボパーティーって何ですか。はい、はい、もうそこからのご説明だと思うんですけれども、はい、私は今ラボパーティーという、まあ、簡単に言えば英語教室で、はい、幼児向けの英語教室で、テューターといって、まあ、指導者を、うん、させていただいております。はい、はい、まあラボではこういった、うん、さまざまな花ペコンシ、大きな株、チラチラという感じ、ガラガラドンなんですけど、ね、はい、見たことある絵本がいっぱいありますけど、はい、これだけではなく本当に世界の名作の、まあお話を、まあラボライブラリーという CD にさせていただいておりまして、それを、聞いて、英語の、お話の世界で遊ぶといった活動を、している、まあ、本当にちょっと一言では言い表せないんですけれども、団体です、はい、英語の、ね、絵本原作が外国のももちろんありますけど、日本語のものが 英語に訳されてるね、この加古聡さんなんかもそうですけど、だるまちゃんとか、はい、これを英語になってるとどんな表現なのかなっていうのも単純に興味ありますしね。今日は早速これをちょっと披露していただけるというふうに伺っておりますが、はい、はい、どれを、はい、皆様が、結構知ってる有名な、モーリス・センダックの、怪獣たちのいるところ、映画にもなりましたね、はい、
を少し冒頭の部分だけ、読ませていただければと思います。はい、はい、ではいきます。 Where the wild things are、 怪獣たちのいるところ。The night Max wore his war suit and made mischief of one kind and another. ある晩マックスは狼のぬいぐるみを着るといたずらを始めて大暴れ。His mother called him wild thing. お母さんは怒った。この怪獣。And Max said, I'll eat you up. マックスも負けずに。お前を食べちゃうぞ。 So he was sent to bed without eating anything. とうとうマックスは夕ご飯抜きで寝室に放り込まれた。おー、はい、という感じで、あの英語にまず聞き入っちゃいましたね。発音良いですね、うん、その発音はすごいですね。やっぱ英語を先に勉強されたんですか。私自身が実は、小学校1年生の時からこのラボパーティーというその教室で育ちまして、大学4年生まで活動していました。なるほど、はい、生粋のラボパーティーっ子なんですね。そうです、ラボっ子なんです。ラボっ子なんです。ラボっ子なんです。はい、今ちょっと聞いてて、えじゃあうちの子もそのうちこんななっちゃうの、うん、って思った方いると思うんですけどね。はい、やっぱ耳で聞いて目で見て。そうですね、まあ、今本当に生 の, あの英語に、まあ、日常で触れる機会っていうのは、まあ、鶴見区みたいに外国の方が本当に多くいらっしゃるところだと、まあ、あるかもしれないんですけれども、なかなか、日常で英語と触れ合う機会がないという時に、まあ、でもこれからあの英語とかっていうのはやっぱり必要になってくるという時に、まあ、あの本物 の, そ の, あの外国の方の発音で、まあ、子どもたちにもすごくあの親しみのあるこういった絵本の教材、絵本のお話っていうのがあの CD になっている。これを毎日毎日本当にあの家であの音楽を聴くのと同じような形で小さい頃から聞いてきたんですね。まあ、そうするとやっぱりこう、英語っていうのがもう自然と本当に入ってくるっていう形で、すごくその、違和感がなく親しんでまいりました。英語の世界観とまた絵本の世界観がマッチするといいますかね。あの私も絵本はね、いろんな場所であの遊びの道具に使ったりとかするんですけど、やっぱり日本の昔話みたいな絵本の時と世界の民話って本当に世界観が違うので、いかにその世界に入っていけるかって大事なので、読み手のお母さんもねついつい恥ずかしがっちゃったりしてね、なんかこうだるまちゃんとかってピヨーンとかカエルとか飛んだりとかするんだけどできなくて恥ずかしいってなっちゃうんだけど、英語ってすごくこうそういうところとかを解放してくれるじゃないですか。その突き破って絵本の世界に入っていくうちにね、こういざなってくるんですよね、英語ってね。だからすごくこうある意味絵本をうちの子に読み聞かせしてみたいわってお母さんがどんな絵本を選んだらいいんですかって聞かれるときに、意外とね英語の絵本を先に紹介しちゃうパターンであります。あの特に引っ込み思案でとかあんまり読んだことがないっていう人は先にこっちをやるとなんかね解放されちゃって、いいんですよね。もちろん自分の日本語で正しい日本語のアクセントでお伝えするっていうこともあるんだけど、先ほどおっしゃった本当パーティーですよね、楽しむ絵本に触れる機会を増やそうっていう気持ちとしてはねすごくいいと思います。すごい気になるよね、どんな表現になるんだろう。英語で読んだ途端急になんかワオーとかね株とかもね、日本語だったらうんとこしょよっこいしょっていうのを多分ねあの株ってね違う言い方してると思うんですけど。そうですね、株の方は、もう本当にうんとこしょうね、英語だと、こうちょっと違うかもしれないんですけど、あこの絵本では、まあ、とか言ってちょっとワイルドな感じですね。あの英語だとこんな風に言ったりとか、まあ、本当に動物の鳴き声とかもそうですよね。まあ、ワンちゃんの鳴き声とかも本当にバウ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 とか、はい、もう牛とかもうじゃないよね、なんかね。そうですね、牛とかだと、まあ、もっとムーム ー, ムー羊
羊は目バハハハハバハハハハハハ楽しんでいくっていうね、はい、子供たちがまあお母さんがこういう本を読んで子供と触れ合うっていうのも一つ活動にあるんですけど、まあメインとしてはテーマ活動といって、子供たちが今度このお話のもうセリフをもう丸々覚えてしまって、うんうん、でいろんな動物とかそのお絵本の中の登場人物、だからこの腹ペコ青虫とかになりきって、でそれを身体表現で表すんですね。でそれを英語劇にして、で発表をしたりとかするんですけれども、ボディーランゲージ多いですもんね、はい、この表現ってね。そうなんです。なのでそれを、することによってもう生きた英語っていうのが身につくっていう活動を、やっておりまして、はい、頭で入れるだけじゃなくてこう、そうなんです、体で表現したりね、もっと五感を駆使して楽しめる、ね、面白いですねラボパーティー。どんなところで、はい、皆さんはラボパーティーのことを知ったりとか、はい、学んだり、普段はどこで活動されてるんですか？はい、本当に全国でこちらもパーティーというものがありまして、はい、ありがとうございます。はい、それぞれ の, 地域でテューターという、まあ、私のような、はい、人が活動しているので、ぜひこれもこちらにお問い合わせいただければ、うん、その地域で活躍しているテューターさんをご紹介させていただくので、はい、ぜひお問い合わせください。ラボパーティー会員、はい、募集中。詳しくは、フリーダイヤル と, あとこのチラシなんかもね、はい、裏になんかいろいろラボパーティーの詳しい写真なんかも載ってるんですけど、これホームページから何か持ってきたの？仙台とか埼玉とか全国で結構ね、やってらっしゃるんですね。あります。はい、北海道から沖縄まで。はい、今日は渋谷まりさんのチューターということでお越しいただきましたけども、はい、絵本のね、ちょっとした新しい可能性を、はい、英語もやりたいしね。あ、そうですね。両方できていいじゃないですか。両方できていいですね。うん、どうですか、なんか気になった絵本ありますか？ハラペコアオムシはやっぱりちょっと気になりました。見たことがあったので、はい、ぜひ後で読んでください。あ、はい、時間の関係上ね、最後まで内容はできなかったんですけど、これ本屋さんとかのね、洋書が置いてある大きな本屋さんとかでも手に入るし、大きな図書館とか行ったらあるかな。うん、これをね、手に入れるのは結構そうですね。で、まあ、ラボパーティーの仲間とか、うん、そういう人に聞いてみたりするとね、洋書の絵本って意外と安く手に入るところもあるので、はい、ありがとうございました。渋谷さん、英語でも楽しんでみてください。ありがとうございました。さて、もう今日もね、バタバタとオープニングの、ね、小芝居から始まって鶴見ワクワク子育てチャンネルをお届けしたんですが、本当に今日は駅のすぐそばの、はい、鶴見シャルさんからお届けしてきました。この番組を見たって言ってくださると、うん、今日はジュースがね、ジュース、九州屋さんのね、生ジュースが50円割引になるということで、そんな特典までいただいちゃって本当にありがとうございます、ね、ありがとうございました。嬉しいですよね。後で飲んで帰りましょうかね、うん、もちろんですよ、ね、夏はやっぱりビタミンとってね、美容も健康もね、美味しいもので、はい、野菜もいっぱい食べてね、お肉も食べて、じゃあ今日盛りだくさんでお届けしましたが、はい、もうね、3回を無事今日で終わろうとしてるこの鶴見ワクワク子育てチャンネルなんですよ ね、はい、次回夏休み期間中、ジムラ君がね、はい、来月は予定をしております、うん、はい、どんな内容にしようかなとか、またちょっと意気込みも一つ改めて、いつも私ばっか喋っててあれなんだまあそうですね、まあ子育ての話が結構多かったので、ちょっと鶴見の情報をメインにお届けしようかなというふうに思ってますので、うん、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなというふうに思っています。え、街を取材するってこと？それはも含めて、ついに浜田さんを超えてやる、ちょっとそこに入れるのかなとも思ってますので、はい、そうね、少しね、こんなこうアロハな感じでね、そうなんですよ、今日はちょっとアロハな感じで南国、はい、南国風で今日は来てみたんですよね、はい、まあ、でも今日初めてこういうショッピングセンターにもね、うん、シャルさんにも来たし、はい、いろんな場所を知ることってやっぱり街の情報をね、発信している私たちにも勉強になりますし、何よりも画面を通して皆さんに知っていただきたいなという思いがあるからなんですね、はい、ぜひ番組を今後もアーカイブなどもありますので、はい、いろんな方にご出演いただきました、ぜひですね、過去の情報などもこちらでチェックしてみていただけたらなと思います。この番組に関するご意見、お問い合わせ情報、鶴見ウォッチャーズホームページから鶴見区情報で検索、またメールもお待ちしています、はい、それではバタバタでお届けしましたが、このシャルさんもね、夏はバーゲンが
盛りだくさんということなんで、この後お買い物して帰りましょうかね。そうですね、はい、はい、鶴見駅ビルシャル鶴見からお届けしました。また来月、来月ですね、はい、さよなら、さよなら。